龍が如く最新作、ご期待ください。何言ってんですか、おやさん。頭下げるのは俺の方ですよ。10年や20年そこらの無所暮らし、喜んでやらせてもらいます。皆さんこんにちは。主人公春日一番役で出演させていただきます、中谷和弘です。まあ十中八九ダメだなっていう手応えを持ってたんで、収録をさせていただいて、まあ名越さんからおめでとうと言われ、なんかドッキリなんだろうなって思ってました。なんか床がパカッと開いて発泡チロにドーンって落ちてみたいなぐらい、信じられない経験でしたね。だから泣いちゃったんですよ、ちょっと あまりにも嬉しいのと信じられないのと責任の重さみたいなので、それぐらいオーディションは今でも印象に残ってますね。はい、RPG って僕も最初聞いた時嘘だろって思いましたけど、そこはもう当たり前ですが、龍が如くカラーを存分に前面に打ち出してるので、ただ今までのような流れではないと思います、いい意味で。なのでそこをまた一つの刺激としてプレイされるユーザーの皆さんには待っててほしいところかなとは思いますね。はい、僕の演じる主人公春日一番は、今までの龍が如くシリーズ主人公で伝説の極道と呼ばれた桐生一馬とは正反対の人物です。伝説もないし、権力もないし、当然お金もありません。信じていた人たちにも裏切られ、まさにどん底にいるような状態の男です。ですが春日はそんな状況でも決して諦めず、持ち前の明るさと熱さを武器に仲間を作り、必死にどん底から這い上がっていきます。何も持たない男の熱い成り上がりストーリー、プレイしていただければ絶対に春日一番を好きになっていただけると思います。新しい龍が如くの世界でぜひ春日一番と一緒に成り上がってください。よろしく頼むぜ。